はい、こちらは大阪市内にある、東住吉というところですね。本日はですね、中華そばですね。中華そばの、麺屋 7.5Hz さんにやってまいりました。この右側がね、お店でございます。ちょっと通り過ぎましょう。はい、お店の隣にはね、横にはですね、駐車場がありまして、このように通り過ぎるとね、大阪メトロの田辺駅がございます。はい、早速ですね、美味しい、高井田そばっていうか高井田ラーメンと言われてるジャンルですね。はい、 7.5Hz さんへ入りましょう。レッツ 7.5Hz。ぐる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 めでか。ごめんなさい。チャンネルステッカーもらいました。見ます。チャンネル登録します。お願いします。はい、美味しい中華そばいただいてまいりました。 7.5Hz さん、これ高井田ラーメンと言われるジャンルに、なるラーメンなんですけどね、発祥はですね、高井田の方にございます、住吉、はい、住吉さんというお店がね、発祥のね、高井田ラーメンなんですけどもね、あの見た感じはね、醤油が濃い感じなんですけども、意外と見た目よりも辛くないで、味的には発祥のその住吉さんっていうのは比較的すっきりした感じで、 7.5Hz はどちらかというとちょっとこう深みのある味っていうんですかね。僕個人的には 7.5Hz さんのね、ラーメンが好きですけどもね。で、たっぷりのネギを乗せましてですね、あともう一つの特徴はですね、もう麺がね、とにかく太い、あのちゃんぽん麺と言われるようなちゃんぽんの麺よりももう一回り太くって、しっかりとしたね、このコシと言いますか、存在感がある麺なんでね。で、その麺にですね、結構しっかりとこのスープが絡んでですね、とても美味しいですね。それにたっぷりのネギをね、かけて、いただくというのが、まあ個人的には好きなスタイルですね。あと 7.5Hz のシナチクですね。まあ一般的にはメンマと言われてますけど、このね、メンマもね、かなり美味しいです。はい、お店の方はですね、 7.5Hz さんね、梅田とかにもありますし、まあ過去梅田であるとか高井田のお店も行ってるんですけども、最近なんかちょっと食べログを見てる限りではですね、高井田のお店がなんかやってないような感じなんですけどね。 7.5Hz のホームページ見てもね、特に記載はないんですけどもね、今回はですね、東住吉というところのお店にやってまいりました。とにかくね、麺の存在感があって、とても美味しい、
あのラーメンでございますんでね、皆さんあの大阪にいらっしゃったらね、ぜひいただいてもらいたいラーメンの一つでございます。そしたらですね、今回の動画が良かったらですね、高評価ボタン、あとチャンネル登録ね、してない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ポチポチっとお願いしますね。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。グルメ旅行系ブログも書いておりますので、ぜひご覧ください。 URL は動画説明欄に貼っておきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。